2012年本当に高校生に響いた歌。勉強ソングで第1位に輝いたゆいさんのファイト。このフレーズにもたくさんの共感の声が。描く夢が全て叶うわけなどないけど、もしの成績が上がらなくて進路の変更を余儀なくされた時、この歌詞を聞いて、だったら別の夢を描けばいいじゃん、頑張ろうと思った。私の将来の夢はアイドルになること。描く夢が全て叶うわけなどないけどという歌詞に最初は傷つきました。でも何回か聞いていると胸に染みてきて、逆にすごく勇気づけられてオーディションを受けようと思います。はい、ゆいさん、この歌詞、はい、A メロのド頭ですよね。そうですね、すごく、うん、そう、最初に言わせていただいた、結構シビアなというか現実感をかなり歌詞に込めたいと思ったんですけれども、はい、うん、なんか夢は叶うよっていう歌詞はあるっちゃあるというか、う、ね、応援ソング的な、夢を見ようぜとかね、はい、夢は叶うとか、あとはまあ雨はいつか止むとか、夜は明けるっていう歌詞を、はい、私はそういう歌詞を見てきたことが多かったかなと思ったんですけれども、中学生の時になんて言ってほしかったかなっていうのを自分で考えて、でなんかすごくそのこういう風に言われた方が良かった時ってあったのかもなって自分で思って、あえて強い歌詞を入れてみました、はい、嫌なこととかあるとみんな現実逃避してしまいがちじゃないですか。音楽とか特に嫌な時だから音楽に逃げちゃうとか、そういうことがあると思うけど、ゆいさんの歌詞は一行は逆に現実をガッて突き詰められて、それでそれが糧になってくって感じで、なんか他の音楽とまた違って自分からなんかちゃんと聴こうって思える歌詞になってて、すごいだから頑張れます、聴いてグッとくる。ありがとうございます。私はなんかその全部が叶う夢、いやごめんなさい、夢が全部叶うわけじゃないっていうのはすごく思ってて、でまあ、自分も今夢にすごく近いところにいると思うんですよ。だけど叶うかどうかも分からない夢だったり、でもなんかやらなきゃいけない時に、なんか自分でこう一人で頑張れ頑張れって自分で言ってたのをすごく思い出しましたし、叶うかもしれない叶わないかもしれないっていう、そのなんか葛藤とかそういうのがなんかすごい今自分の中に、うん、ぐるぐる、まあ、みんなそうだろうね10代は夢を持ってこうなりたいってありますからね、みんなそれぞれ違う思いが、いやちょっと頑張って耐えてるんです、すごいもらい泣きをしそうになるでしょいやでも本当にやるしかないってい う、 こう自分の背中をグイッとこう引っ張るような、押すような瞬間っていうのが多分みんなの中にも多分あって、がむしゃらに今やるしかないっていう心がこういろいろもう SOS を出したりとかしてる時もこうやらなきゃいけない時があるんだなっていうのをなんか多分みんな感じてるんじゃないかなと。でその曲でその時にこの曲が少しでもまあすごく言葉は強い曲ですけど、なんか癒すことにもなったらいいなって思いますね。これねちょっと考えてみてほしいんだけど、叶うって分かってたら夢じゃないじゃない、それは予定であって、叶うと分かっている夢は予定？みんなの脳の中の感情の回路、一番奥の方にあるんだけど、はい、ここはまさにうまくいくかどうか分からないっていうことが一番嬉しいの。だからうまくいくって分かってることだけに挑戦してても脳は本当は嬉しくないです、うん、だから夢に挑戦するってことはひょっとしたらうまくいかないかもしれない、だから嬉しいんだと思えばいいんだと思うけどね、もうその脳にとっては夢を持ってワクワクしてる時ってものすごくいい状態にはなってる、一番
自分の持ってる全ての力を出し尽くそうという気になりますよね。ポテンシャルが出るんですね。いやすごい納得しました。でもゆいさんもあれですよね、デビューするとき例えばオーディションを受けてるときとかが一番きっとドキドキしてたんだと思うんですよ。まあ今もドキドキしてると思いますけど、当時はだってまだデビューできるかどうか分かんないわけじゃないですか、はい、そうですね。そういう意味ではもしかしたら今もずっとドキドキしているのは、うん、あの音楽に携わって生きていきたいっていうのが目標だったので、うん、そのデビューしたいっていうのももちろんすごく幸せなことなんですけど、もう音楽が根本的に好きだったっていうのが、だからずっと夢を今も叶え続けてるというか日々、うん、っていう感じが、出して OK じゃないですもんね。そうなんですよね、ずっと歌い続けるっていう、なんか、うん、いろんな人からこう叶ってしまったら終わりっていうことをたまに聞くんですよ最近、うんうん、でもそうじゃなくてじゃないっていうことをこうもっともっと自分も感じていかなきゃなっていうのを思います。心にグッときたフレーズもう一つは、いつか振り返るとき今日の若かりし日がきっと懐かしくなるから。僕は自分の顔が嫌です。友達に変なあだ名をいつもつけられます。何度も学校を辞めたいと思ったこともあります。でもこの歌詞を聞いて、いつか嫌なことも思い出になると思って学校に行っています。震災で両親と弟を失いました。どうして自分だけ助かったんだろうって、今でも後悔の気持ちはなくなりません。でもゆいさんのファイトを聞いて、私もいつか懐かしく思える日が来ると信じて進み出そうと思います。このいつか懐かしく思える日が来るというフレーズには、私中学校の頃にダンスもやってて、部活でバスケもやってて、で勉強全然できなくて、本当高校行けるとこないんじゃないかって言われるぐらいだったんですけど、あの受験の時に勉強やれやれ言われたけど、だからダンスの練習もできなくて、でそんでお仕事も入ってきたりとかで全部ダメダメで、でも頑張れ頑張れとか言われて、もうどうしたらいいのと思って辛かったんですけど、今になってみたら、あ頑張ったなと思って懐かしく思えてるんで、すごいこの歌詞は共感できるところの部分です。私もあのさっき震災で両親を亡くされたって言ったんですけど、今年初めてあの親族を亡くして、だからなんか確かになんか今もなんか後悔は残るんですけど、やっぱいつか懐かしく思える日が来るのかなって、なんか人の死もそう思える日が来るのかなってなんか共感しました。すごいなんかテスト前勉強してる時にこれ聞いてて、赤点取ったらどうしようみたいな、で実際取っちゃったんですよ赤点を、でなんかでこの曲聞いたら、いつかこの日をなんか振り返る日が来るみたいな、あだからまあ赤点でもいいかってなっちゃって、もう勉強が手つかずなんですよね本当に逆にマジで。空だって私